まあ、若いやんか、年寄り相手の仕事、はい、どんな感じですか？まあ、そうですね、皆様割とまあお話しすると分かるんですけども、うん、結構自分の気持ちを素直に伝えていただけるので、うん、まあ、すごくダイレクトに伝わってくるので、うん、まあ、そういった方に対してこちらがいかにまあ支援できるかということをした時にですね、まあ、その方がその支援に対して笑顔になって喜んでいただけたりすると、やっぱりそのやりがいとしてまあ楽しさに僕の中でつながっていきます。うん、人好きやな。そうです、人と関わるのが好きですね。人好きでないとできひんな、これはな。そうですね、はい。こいつほんま腹立つなって思うおっさん来たらどうすんの？どうするも、やっぱりその悪気があってじゃなくて、やっぱその方本来持ってるその気持ちっていうのをダイレクトにぶつけていただいているので、うん、その点に関してはもう腹立つとかではなくて、うん、その気持ちに対してこちらがいかに、援助できるか、その方の気持ちをもうちょっと柔らかい気持ち方向に導いていけるかということを考えながら常にやっておりますので、うん、腹が立つとかで自分の感情というのはあんまり僕は抜きにして、うん、その方の気持ちにこういかに近づけるかっていうところを目指しております。